パチスロ秘書本 DX の DVD を見てくださってる方、こんにちは。今回も始まりました、サラリーマン慎太郎。もうこの辺に説明が出たか今から出るか分かんないですけれども、ルールの方はご存知の通り、限られた時間で打つっていうのはいいんですけれども、資金をねもうちょっと本当欲しいんですが、それがサラリーマンの苦しいところということで、はい、またねこの人がなんか嬉しそうに出してくるんですよ、このサイコロ。あ、でもね、なんか愛を感じるね出してくるときに6のゾロ目で渡してくるとこが偶然です。偶然、そんな愛はない。で、よく考えてみたらこれ結構ね、一番怖いのは1万円以下じゃないですか。まだ分かって、1万円以下結構出ますよ。結構の確率で出ると思うんですけど、今んとこね1万円以下出てないんで、実はサイコロ運は今んとこあるんですよね。だから、そろそろやばいのが出るじゃなくて、この運がね、オカルト全然言いますから僕この企画に関しては下手したらサイコロだけじゃなくてパツロの話も言いますから、オカルト的にはそろそろで2万5000以上とか出るかもしれない。でも2万5000以上って、115116111しかないね確率激低この間一個一個で行ったんだよな。よし、じゃあまず1個いきましょう。これ1出すから。やべえやべえこれ最低のね、一番下じゃないですか。はいはい、2000円です。どうしよう、うわもうこれで最高2万2000円。これは2個同時に読むのと1個ずつどっちがいいと思います？1個ずつ、うん、なんで？ちょっと待って、落ち着いて考えよう。さっき2000円が出たでしょ、これ2000円でしょ。おー、出ちゃったじゃねえかよ。出ました、9000円。9000円か。さあ、このサイコロ的にはこれまで、過去3回今回合わせて4回の中で最大のピンチが訪れてしまいました。ただ僕ね、前回勝ったんで、もう負けてばっかりのサラリーマンじゃないんで、きっとこれでも勝つと思います。頑張ります。サラリーマン慎太郎。はい、それでは実践でございます。今回も、もういつもおなじみサラリーマンの味方、目黒駅前キューバシックスさんの方にやってまいりました。残念ながら今回の軍資金は9000円なので、いきなり2出ちゃったからな。お、千円札か、数えておきましょう、騙されるかもしれないんで。2、3、4、5、6、7、8、9000円。9000円か、まあ行ってみます、とりあえず行ってみましょう。